カップ。レベル無制限のこのトーナメントを制するのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。一撃でダウン、早すぎるダウンです。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでキレイ花の登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。この攻撃、ある一撃、さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。鋭い攻撃、ヒット、いい感じです。さあこれは小さなダメージ、おっと苦い木の実で回復です。さあ激しいバトルです。ここで冷凍ビーム、よし当たった。ここでノックアウト。さあこの強力なポケモンの最新劇を止めることはできるのでありましょうか。ここでハピナスの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。強い攻撃、大きなダメージ、これで打撃攻撃に強くなりました。両者とも大健闘です。セミタックル、よーしヒット。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。ポケモンをフィールドに出しバトルが始まりました。今両者戦闘態勢に入っていった。やっけ打っていた。もっと心の目、相手の動きをしっかりと捉えました。さあ熱戦が続いております。あーっと地割れ攻撃だ。食らってしまった。あーっとあっけなく倒れてしまった。さあ次のポケモンを準備です。ここでミュウの登場だ。これは先ほどのポケモンの屈辱を晴らすような活躍を見せてくれるか。バトルの姿勢に移って、おーっと
一撃必殺、一撃で崩れ落ちた。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでミュウツーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは1対3。ここで最後技術、当たった。ここでノックアウト。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでカメキックの登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2。この攻撃、これは嘘だ。この攻撃、空気に当たった。おっと、食べ残して体力を回復しました。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで10万ボルトだ。いや、十分。あーっと、崩れ落ちた。さあ、ポケモンは残り1匹。ここでヘラクロスの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあ、熱戦が続いております。おっと、次の攻撃をこらえるつもりだ。おお、ナイス的中。さあ、激しいバトルです。これで決まるか。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。